こんにちは。こんにちは。今日はね、うん、なんでこんなにキャリーバッグあるかと言いますと、まあ、ずっとやってやってって言われてたクラブセッティング、うん、リクエストいっぱいあったもんね。そうなの。それをね、お客様からやろうと思います。はい。まあ、純ちゃんなりに、なんでそんなセッティングなのとか、なんか、うん、そうなんだみたいな、うん、あった方が私が一人で喋ってるよりも、あ、そうだね、なんか、うん、意見がある方がいいんで、うんうんうん、お願いします。はい。それは何ですか？ドライバーです。もう骨ね。骨。まあこんな感じですよ。全部で14本。まあ番手は、うんうん、まあ、ドライバー、はい、4番ウッド、はい、5番ウッド、はい、6番、まあ、4番ユーティリティ、うん、6番ユーティリティ、アイアンが6789P で、その下が50度、52度、58度、パター、14本です。これ気になる。それはなんだっけ？これは素振りの棒です。こっちも素振りの棒です。そんなに入ってんのね。素振りの棒が2本も入ってる。まず、はい、私のドライバーは、うん、エポンわかる？エポンわかる。高いでしょ。そう、言っていいの？言っていい。エポンなの。うん。でも多分もうすごい古いの。こんな形してるんだ。すごくない？なんかもう年季入りまくりだから、うん、7年ぐらい使ってて、年季は多分みんな伝わると思う。ここ見てもらったら映ってるか、ちゃんと、うん、多分。どう？なんかどう違う？なんか、あ、柔らかい、うん、なんか長いか、長い。長くない？長くて柔らかい。え、そうなんだ。長いんだ。長い。シャフトが、うん、え、その顔はどう？はね、なんか丸って感じ、うん、丸だね、うん、え、か、あ、こう、なんだよ、フェイスのさ、うん、角度とかさ、あ、でもかぶってるの？ちょっと、うん、ちょっと開いてるかも。え、ここな、開いてるの？開いてるっていうか、スクエアかも。まっすぐね、うん、かぶってはない。かぶってはないか。かぶって感じる？うん、かぶって感じる。ね、すごいね、いろんなとこへこんでんだけど、長く使ってるクラブだからね。何回も浮気してこれだから、結局やっぱり戻ってくるんだ。そうなの。へえー。もう何回も 何本変えたドライバー。そんなに変えてるの？変えてるね。初期から考えたら多分5、6本はいってる、ね。あ、そう。結構いったね、うん。だけどこいつが一番信頼できる、パートナーです。ただへこみまくりなのでちょっと考えなきゃな。次、ウッド。フェアウェイウッド。これは、うん、4番と5番。4番と5番入れてて、うんうん、普通3番じゃん。そうだね、3番、5番とかだよね、うん、でも私は4番の方が浮くし、うん、ミート率がすごくいい、うんうんうん、で、3番ともあんま距離が変わんなかったの。なるほど。これの3番持ってるんですけど、あんま変わんなくて、うんうん、だから、あえて、まあ、ミート率と高さを出すために4番を入れてる、うんうんうん、で、これもレディースだから18度、割と多分普通よりは。ヤマハね。そう、ヤマハのレディース R。 これヤマハです。ヤマハじゃん。レディース R で4番と5番。ジュンちゃんは3かな。3号を入れてる。3号だよね、うん、まあ、メンズないからね、4番ね。そうかもね、あんまり、うん、でもあんまりやっぱ3番使う勇気が最近ない。え、でもティーアップしたらうまいじゃん。うん、ティーアップしたら打てる。190とか200ぐらい飛んじゃうかもしれない、うんうんね、うん、そうだよね、うん、3番だから4番に出るのよ私。そうだね、ティーアップしなくても4番だったら打てるんだけど、うん、3になった瞬間に急になんかこう、なんか起きてる感じ。わかる。結構しかもこうやって振ってこないと振れないの。そう、当てようとしちゃうからこうやって、うん、もう3番とかになってリリースしちゃう。そう、うん、それはもうこうやって打ってくっていうイメージ。我慢我慢。そう、こうやってこうやって、タッ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 タ。演歌みたいだよ。演歌みたいだよ、純ちゃん。よかった、飛んでもらって今。はい、次いきます。はい、次はヤマハ、まあ、これまた同じシリーズのヤマハの4番ユーティリティと6番ユーティリティ。はい、ユーティリティ、純ちゃん1本。ユーティリティ1本だね。そうだよ。5番ユーティリティが入ってる。あ、間だ。そう、私の間だね、うん、
5番ユーティリティは本当にめっちゃ使える。5番ユーティリティ、ユーティリティ増やしたら、そうだよね、すごい。私は6番や抜こうかなと思ってるの本当は、下探して。確かに、てかね、一回さ、うん、お花畑みたいなクラブセッティングしてみたいんだよね。あー、もう全部ウッド系、うんうん、9番ウッド、11番ウッドって入れて、はいはい、そういうのいい気がする、うん、合ってると思う。でもそれこそアプローチできなくなってくるかもよ、うん、でも7とか8になれば打てる気がするんだよ、うんうんうん、6はね、確かに6はちょっと抜こうかな。私も最近ちょっともう疲れてきちゃう。あなんかさ、なんかね、疲れてきちゃう、うん、疲れるね、うん、だって今日もさ、せこいけどさ、130ヤードぐらいをさ、140か、ユーティリティとかね、せこい、5番ユーティリティで短く持ってパーンみたいな、ちょっとオーバーしちゃった。そう、でもさ、楽だよね、うん、楽、うん、まあちょっと脱線しましたが、うん、まあこの相棒のユーティリティも私は割と得意なんです。で、こっからですよ、はい、アイアンちゃん、アイアンはまたね、アイアンあのメーカーが変わるんですよね。アイアンはオノフ、オノフ全部で何だ、5本、アイアン5本です、アイアン5本です。大丈夫で、これもかなり年季が入ってて、じゃあこれも長いの使って、4年ぐらい、おもうかなり長い、長いじゃん。でオノフの今最新のアイアンで作ってもらってて、うん、あ、そうなの、この間届いて、お封開けて、うん、打ちっぱなし行って、うん、どうぞ。まだコース行けてない、なるほどね、コース行きたいんだけどして行けなくて、なるほどね。そうで678、はい、これのこだわりは、まあ、A シャフト、レディースの L よりも少し1段階硬いシャフト、まあ、純正であるんでそれを入れてます。でもアイアン、でも悪くないよね、全然。なんかなんかさ、うん、ウッドはね、下を長く取れるのよ、うん、あー、わかる、うんうんうん、こう長くいけるのに、うん、アイアンになるとね、急にこうやってなっちゃう。あー、なってるかもね。そうなの、それ練習してんだけど、うん、そうするとタイミング合わないんだよね。アイアンを長くしようと思うと、うん、下をね、うん、そうするとタイミング合わない。アイアンどうやって打つんだろうね。でも、ジュンちゃんアイアン得意じゃん、うんうん、ウッドこそ、グーって下長くして、ね、うん、私は打てるけど、うんうんうん、短いし、うん、あの擦れる部分も短いから、アイアンをさ、グーって長くするとさ、うん、あれなんかちょっと違うぞみたいな、で、なんかなんかあーってなっちゃうもんね。そうか、アイアンをね、その出だしを長くするのが苦手。こうね、低く上げて、こうやってね、そう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 、うんうん、手でヒュッて上げないで、うんうん、こうやってグーって左手一本さ、うんうん、上げるのが、うんうん、なるほどね。だからヘッドの軽さもあるのかな。そうだね、あまりにも軽いから、うんうん、ちょっとこう、まあ、練習します。練習だね、はい、次ウェッジ、うん、完成会みたいな、クラブセッティングの話じゃなくて、なんかもう自分のクラブの悩みみたいな、まあ、そうだね、悩み話みたいな。はい、ウェッジ、はい、ウェッジは何どこのメーカーですか。これヤマハです。あ、ヤマハなんだ。メンズ、メンズ、ドライバーとウェッジ、ウェッジのヘッドとシャフトはメンズ、メンズ、メンズ仕様っていうか、あ、まあ、レディースのシャフトを使って、ほん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 、これはリミックス、ヤマハのリミックスです。すごい、鉛張ってますね。鉛張ってますよ。アイアンはさ、だって軽くしてんのにさ、ウェッジは超重いんだよ。重くしてるんだね。鉛張って。で、なんだろうね。でもいいんでしょ。いいの。これ触れるの。そうなの。これね、全然苦手じゃない。うん、へえ。なんかバンカーのクラブって本当に。バンカーは58度、58度、うん、これで65ヤードまで打つ、うん、58度で65ヤードまで打つ、でこれで52度で80、まあ80から、うん、80から85まで、うんうんうん、でこれで90だから、この間がわけわかんない。それは何、50度、50度で90 意味ないでしょ。52度で80ぐらい打っちゃう、85とかも、うん、じゃあ本当はこれじゃないんだよ、48度とかでもいいよね。そうだね、そうなの、うん、これちょっと間違って分かってんだけど、100は P、 100は P で打つな。これ100飛ばない。ああ、飛ばないよね。飛ばない、ウェッジで飛ばないよね、うん、なんだろうね。 P は105とか飛ぶけど、うんうんうん、飛ばそうと思えば飛ばるよね。そうだから50度と P の間は空きすぎてる。
でもさ、なんかウェッジもあれなんだね、シャフトはスチールじゃないんだね。カーボンだよね。パターは、はい、オデッセイ、うん、ホワイトボット、ホワイトボットの、これ何型っていうの、これ何型、マレット、マレットなんだ。マレットだけど、スパイダーではないでしょ。角、角型猫型、猫型、あ、猫ね、うん、猫型だ、うん、オデッセイの猫型オデッセイの猫型を使ってどんだけ知らないのって感じだね。はい、で、うん、シャープ7かな、確か。シャープ7、うん、何それ。なんかそういうのがあるんだよね、オデッセイのプロの、ホワイトホットプロシャープ7みたいな。あ、多分センターはシャフトだからシャープ7かな。なんかさ、短くない？短い、短い、ちょっと考えてみて。いや、これ短いでしょ、心ちゃんにしては。私短いんです。しかもすごい斜めに入ってる。でもさ、ま、真ん中にあると良くない？いい。だなんで短いからさ、私さ、めっちゃ広げるじゃん。あ、はいはい。だからね、いいの。そうなの。ちょ、だって足広げてちょうどいいから。ちょっとこれで、こうやってるともう短くてもいいんじゃない？うん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 。田中さん心のモルフクラブのセッティングはね、以上なんですけど。あれじゃない、やっぱさ、聞きたいの、あと、どれぐらい飛びますかじゃない？あ、まずそう、ね、ドライバーでどれぐらい飛ぶの？最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。